どうも、エルザレトです。それではコントロールやっていきましょう。ということで、今回前回に続きからなんですが、弟の門番ということで、やっていきますか。ちょっとね、久しぶりに見るんで、てかやるんで、ちょいっとね、整理しておきたいところなんですが、能力中特に解放はできないか。アップグレードできない、あひあひっていきますか。とりあえずね、下には降りられる、あ、やっぱアイテムあるね。さ、ゲット。他には落ちてないかな。こんなもんかな。奥も特になしと。さあ、奥に入っていきますか。こっちはアイテムがあるんだ。おお、珍しく2つ弾丸効率。弾丸効率、あ、貫通は使えないんだね。ここはロックがかかっている。なんかあるね。でも特に起動できる感じではない。じゃあ次14バックだね。これあれか、超能力移すのに使ってるアイテムってことか。さあ、アンテナ、次はハンマー。はあ、お、奥まで来たね。んじゃ、防火体、変貌アイテムユニット。はあ、ここは今だよね。4階か。1階じゃなくてよかったか。Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan a nice director.Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. さあ、弟の話がちょっと出ましたね。まあ、なんか危険人物という感じらしいんで、まあ、どんな感じになってるかわかんないが、今なんかいたね。やばそうなのいるね。マジか。結構、めんどくさそうな感じではあったな。さあ、あそこにしかも、セーブポイント的なものがあるということは、先にこっちや。解放して、次はさっきの赤いところなんだけど、うん、先に
戦う前にこっち終わらせろ。そうだね、今助けられないね。冷蔵任務、まあとりあえず後回しだな。さて、いや避けられるのが結構きついんだよな。さあ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 、よし当たった。穴開いのやべえな。さあ特に会話はなしか。じゃあちょっと戻ってこよう。そもそもさっきのサブミッションが何に使うかだよね。ほい、あ、そもそも開けれないのか。ってことはなんか構えていけない感じだね。誰かね。さあ下からアイテム探しつつだね。上か。痛いねー、それは痛い。よし、あ、そっか、ランダム性だからいきなり出てくるのか。まあまあ味方いたから助かったね。さあさらに置くとやっぱあるよね、アイテムはね。やばそうやな。そう、さっきの部屋と同じ人の格好だね。さあパワーオブジェクトを浄化と。あ、今回テレビか。おお、なんか吸い込まれていく感じか。まさかボス戦じゃないよね。それはそれでかなり厄介そうな感じだけど。いや、そうでもなかったね。ベニコフテレビを浄化せよ。おお、おお、逆さまになってる。で、これは戻るって感じか。じゃあ進んでいきますか。どうせこの後出てきそうな気がするけどね。
ここではない。ないね。あれは大丈夫そうな感じか。すっごい渦巻いてるね。いや、なんかいるね。しかもダメージ入んねえか。あー、ダメージ入んないねー。ってことはボス戦か。ですな、ボス戦ですな。マジでそんな強いの ?2 発か。ほぼ2発っていうのがね、このゲーム難易度高いのよね。シールド張ってるか。さあさあ回復用意。ダッシュダッシュダッシュ。とりあえず走れ走れ走れ。よしよし。あとは、よしよし。正面いるけどちょっと回り込んで、いやー、シールドが貼ってあるねー。しかも結構グレネードも飛んでくる。よしよし。よしよしよし、いい感じ。にょー、マジかい。予想より雑魚敵が、あー、多い。意外と近く来るね。攻撃させたらっていう感じか。こっちの方が、あ、まだ当たったか。回復。
とりあえず壁をうまく使う。ああ、打ちって感じか。さあ、徐々にシールド虫。いやー、貫通手に入れててよかった。あぶっ、とりあえず、ヒットアンドウェアね。やばい、こっちの壁がもうない。よっしゃー、決まったー。サルヴァドール、ヘッドセキュリティ、ヒステームディンスタンドチャンスアゲンスザヒス。ノーワンヒアドゥズ。いやー、うまいこと倒せたね。最後ヘッドショットやったかな。いやいやいや、貫通にしててよかった。これショットガン系にしてたら無理だったね。んじゃ、手に入れたアイテムを見ますか。刀脚、このあたりは良かったね。エネルギーブーストはちょっと上がるね。まあでもこんなもんか。素材多めって感じか。その前に、今のところね、アイテムでね。さあ、テレビを浄化しますか。いやー、思ったより倒せてよかった。サクッとね。もう空中浮遊。やったね、空中浮遊来たね。おお。え？あ、結構。はいはいはい。で、時間的には、あ、やっぱそんなに長時間はって感じか。あ、降りる時もコントロールすればって感じだね。これちょっと難しいな。だよね。やっぱそうか。結構これ難しい。おー、やっぱ。まあ、降りるときにバツずっと押しとけばって感じか。ちなみに、ジャンプしながら、行くことはできると。おい。おい。早い。あ、さすがにそれは無理か。とりあえず逃げて。いけるかな、意外と奥まで。いけたね。よし。感覚的には二段ジャンプに近いね。よしよし。
うん、悪くはないね。Okay, dealt with the TV. Now I can find Dylan. さあ、上昇志向ということって絶対こっちダメじゃない？あら、これまさか。お、能力もらえたね。何だったんだろう。あ、そういうポイントがあるってことか。へえ。さあ、これでちょっと行きづらかった場所も行けるようになるんじゃないのか。2階、なんか押しっぱっていうのが慣れないね、これね。さあ、隠されたロケーション発見。あ、さっきのはそういうことね。ロケーションがか。ははは。で、いや、わかんないんだよな、君たちね。よしよしよし。さあ、これは合ってるっぽいね。お、なんかあるね。ほうほう、これはジャンプして、おお、そっちつきますか。取れた、よし。ああ、それでこっちが取れるようになるわけね。はあはあ、これは静かに降りていく。いやー、なんか二段ジャンプの癖で2回押してしまうな。うん、特にはないかな、これだけかな。さあ、そしたら戻りますか。どうやってそこ乗った？いや、上スナイパー。いやー、このチャージもね、長時間できるわけじゃないんでね。5階ということは、これ絶対使えってことだよね。仕方ない、やってみよう。わざわざね、あそこに敵を置くっていうのがね。さあ、こっちなんかあるかな。まあでもなんかより超能力っぽい感じがね、増してきた気がする。さあ、アイテムゲットの反対側でよかった感じか。あそこ行けんかな。まあ、あってでしょう。戻ってくるのも大変なんでね。ぐるっと回りそうな気もするし。
研究必須ノートと。いやー、まさか白書ボードがあるとは。スワンボードか、正しくは、ね、Dylan. He's so close. 近くにいる、そっちか。さあ、特に隠しはない。開いてるってことはさ、なんかあるよね。あ、へえ、厳重だね。ボロボロ。お邪魔しまーす。よし。で、いやー、やばそうな感じがまたするな。Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him.I'm on my way. Oh. We need to get back. I have to see my brother. Dylan が移動はしたわけだね。なんか感づいてる感じではあったけどね。まあ、そもそも弟君の正体がいまいちね。わからないところではあるから。ちょいちょいアイテムをね探しますか。まあそう簡単にご対面とはいかないわけだね。あ、やっぱアイテムあるね。さあ、まず一つ。やっぱこういう時はね、高いところに行ってみるのがね。わかりやすいが、こんなもんかな。いやー楽。ただ気になったのが、いろいろ動きを試しとかないとね。おお、はいはい、超楽じゃんこれ。移動、ジャンプしながらも回避行動ができるのであればかなりいいね。もうこんなもんかな。特にカードが落ちてるとかはないかな。あ、アイテム。Why do you think that is? Because she didn't care about me.
She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Great. So she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait. We're not... End of session. そう、ジェシーについてはやっぱいろいろ聞かれたみたいだね。まあ、ここに呼ばれたのもやっぱそれなりに理由があってという感じかな。さあ戻ってきました。とりあえず、ボード室に行って話聞きますか。あれ、アリシーいるね。Anyway, not the point. My old Ranger squad was a great bunch. There was six plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Heptonstall, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the Hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the Hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay his. I have to go. ああ、給油か。サブミッションがあるわけだね。こっちは進むか。反対。こっちだね。ああ、お久しぶり。意外とアイテムが増えてる。こんなんなかったんだけどね。やっぱ話が進むごとに解放されていく感じかな。じゃあ話しましょう。It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the Hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests.He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful.はい。ということで、今回ここまでにしましょうか。まあ、なんとかね、ディランと会えそうな感じまでは来たんで、まあまあ、次回はその続きからとなるかな。まあ、あと、超能力はね、ジャンプはいいね。うん。二段ジャンプできるようになったんで、だいぶ楽ですね。まあ、移動も上がっていくと思うんで、まあ、結構中盤過ぎたあたりなんじゃないかなと思うんで、このあたりから物語が佳境に進んでいくと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。